ごちゃうんさんですということで今日も京都でマリオカート Wii オンライン対戦実況やっていきましょう。一発目お化け沼、このポーズ超短いからな、しっかり序盤から前に出てがっつり逃げていきたいけど 100cc こう、うわ 100cc あそこ結構なギリギリなんですよね。これキノコ持ってるのかなり強くて、トゲ なんで前から来んだこれ。まあトゲ来るんで、まあこれは1走っておいてもらいましょう。後ろバナナ、あ、下ってるよ。初得か行くか迷うな。一旦2周目はキープでいきますわ。こんなその反射、これはキープしていってトゲケアしつつ、3周目あそこの初得はキノコでガッツリ飛んじゃいましょうか。あそこのキノコめっちゃ強いんですよね。やっぱインガッツリいけるんで。ミドさんは危ない、自分から飛んじゃう。にゃー、逆にいっちゃった。おつけ、何その挙動。うわ、いや、アイテム取ろう。アイテムしっかり6位で割って、逆にいいアイテム出て、3だねえか。ここはアイテム回収ルート、ボム兵持ってるけどキンキラでこれ伸ばしていくんじゃない。いや逆に熱い、逆にみんななんか潰れまくって、よーし熱すぎなんか知らんけど勝ったわ。ラッキー、勝ちに不思議の勝ちありですな。これがマリオカートですわ。モンテダーン、なんかめっちゃ人の集まり悪いわ。5人になっちゃいました。あれなんだけど祝日じゃないわ、休日なんだけどな。なかなか人の集まりが悪い。抜けたり入ったりしてるからか、みんな部屋厳選してるのかもしんないな。休日のマリカはガチなのかもしんない。なんでバナナ守ってくんないの。ひどい、なんだこれ、おい、いじめだろう。まあでもここもね、まあ、打開しっかり強い、ここもっていうかお化けのは全然強くないですけど、まあ、ここはね強いコースなんで、アイテムを取りに行きつつ、バクスナの民怖すぎ、金気の出る。しっかりここにスク行っちゃって、6人いないとねサンダー出ないんですよ。5人部屋なんでサンダー出ないんで、これもキンキの持っていければ赤コーラ以外なんでこんな押されてる。あ、怖いもんないんじゃないか。怖いもんない、合いました。怖い、この距離感初等化でね勝てると思うんだけど、2周目に行くべきかって言われると、それ緑これやめてね、大丈夫そう。反射はさすがになったらもう知らん、大丈夫。いっときますか、いっとくか。やめてー、それはまずかったね、タイミングドンピシャだった。ここ使い始めてちょっと角度ミスするけど、ゴリ押しでなんとか。ゴリ押しすぎんな、アイテム交換できないのまずい。まあトゲは出るんで、まあ、トゲ来なければ2位でいいやぐらいの気持ちでこのまま、まあ行かしてもらいましょうか。引いてくれたらこの距離感は全然1位もあり得る。まあ自力で1位に出ようとすれば、まあ初等かキノコで行けばワンチャンぐらいか。やべえ、いいバナナ設置してるな。まあ、こうなると本当にトゲ以外は厳しくなったんで、ちゃんと守れ。赤さんか、さすがに消せるはず。ここは消せる、こっちも消せるはずだけど、直線まで持っていかれたら結構厄介。運搬してんな、やめて。防御間に合うけどこれミスった。やべ、耐えて、ジャンプアクションでごまかせ。オッケー、ごまかした。あぶねえ、赤コール消すために変にライン行っちゃったけど、やばい、やらかしてる。あ、でもあれもやらかしてるわ。あそこのカーブむずいんだよな、跳ねちゃうんですよね、謎の膨らみがあるせいで。これは2位で耐えさせてくれたら、まあ頑張った方なんじゃないですか。赤コーラも間に合わず、バナさんも設置せず見持っといていいでしょう。なんとか耐えてな、危ねえ。オッケー、 DK ジャングルパーク、久々に走る気がする。ここまあ6人になったんで、サンダーとか出る部屋になったんですけど、言うて出る部屋になったっつっても、なに、なんか1位だ。まだ出る部屋になったっつってもやっぱ6人だと出にくいと思うんで、ここはがっつり前行かしてもらいましょう。しっかり曲がっていって、風取られたくないけど、取られたらしゃあねえか、取られちゃったね。緑コーラつけておいて、ここ赤コーラ、なんかウィリーがロックかかっちゃった。最悪ここな、なかなかねインコースつくの難かったりするんで、そこ事故らないように丁寧に走りたいとこなんですけど、事故ってるよ、危ないよ。ゴリゴリインついてる。風取れない。ちょ、アイテム取る、ちょ、何が起こってるんだよこれ。なんで俺が食らってんのこれ。
相手もしかもスルーしちゃってる。まずい、負けたくせ。めっちゃさ開いちゃったんだけど、そこの橋ちゃんと上までさつけとかないと危ないよね。落ちちゃうよ人が。あそこの川に何人のファンキーコングが流されてるんでしょうか。まあ、少ないでしょうけど、キノキノは使っちゃう。まあ俺がサンダー引きに行きますか。なんか違う、引っかかってるよ。どこ行った。ムスか。引っかかってますけど、まあ、5位でも引けると思うんで、なんかあれだな、順位が上がっちゃったな。一番良くないパターン。一番良くないパターンになってる。しゃあねえもうこうなったら。行くしかねえ。123がもうゴリゴリ詰まってるんで、そこでやり合ってくれ、頼む。そこでやり合ってくんねえと、もう俺がここから上がる術なし。4位で金色出たから、キラーとかもワンチャン出てくんねえかな。Wii のテーブルよく分かってないんですよ。いい爆速な木の市。近畿の出てからの木の市。格下げ感がやばいっすけど、なんかめっちゃ潰れてる。なんか2位だ俺。いやよく分かんねえや。1位もトゲいけば、全然まあ背中見えてるんで。あるよ。あのトゲあれかな、大砲で返されるかな。ギリギリ間に合ってるっぽいね。オッケー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 。しかも嫌なとこで食らってるね。ナイス。よく俺立て直したな、あのな、川流されてからな。どうやってここまで来たのかというとこですけど、巨大の音がする、巨大の音がする。怖い、緑コーラもでかい、やっば。反射やめてる、さすがにね。さあ大丈夫。イエーイ。そりゃないぜ。え、キノコキノコキノコ、えっと、はい、ざま、はい。待って、待って、許して。なんでこれ再開発して1発してまた再開なんだよ。これカメラアイテム、キラ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 、ナイス。抜かせ、全員ぶち抜かせ。もう一人、もう一人、もう全然伸びない、やダメだ。あー抜かして、あ4444、なんだこれ。終わってる、この世の終わりみたいなレース。ルイジサギと久々にこんな沼ってるわ。動画撮影もう10レース以上ボスになってる気がするんだけど、めちゃめちゃラグとね。もう赤コーラ、なんかこんな赤コーラめっちゃ来るんだよね今日ね。えげつないほどね、赤さんになんか停止じゃないんだけど、まあなんかデスコンされちゃって、あー取れない。こんな感じでヤバいやつがいるんですよね。大丈夫か。いや、やばいやばいやばい、マジでいいレース取れてないんで、まあ、ここで打開ぶちかまして今日の動画を締めようかなというふうに思います。さあキラー出る。ちょっと1位離れちゃってるんで、うわ、サンダー早めに振りそうだけどな。持ってそうな雰囲気があるかどうか。まだあタックすんなよ、危ない。まだ、いや持ってる可能性あんな。誰もアイテム使ってないんで、これ3の1だな。3周目の1個目のアップのボックスを目安に使っていきましょうか。これ振ったら申し訳ない。ちょっとタックルしないでね、やめてね。しっかり出し場に乗ってて、ここのとこでサンダー振る読みで、俺がちょっと過ぎてからこれ使っとこう。サンダー振れ、ナイスー、読み完璧。いやでも1位もなんか1位で回避してんだけど、どういうことだよ。まあまあまあ、2位取れたらいいや、1位取れなかったけど、なんで1位が回避してんだ。何があった。これはインコースでしっかり軽減しつつ、ダッシュ盤乗ってトゲは俺に来るんかい。待って、はっ、あーくそー。許して、もう今日はもう疲れた。ということで、レートも下がっちゃったかな。最初7400ぐらいだったんですけど、いや200ぐらい下がっちゃいましたね。今日は苦しい回でしたが、まあ、次回からなんとか粘り越し見していきましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録、カミカミです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。